こんにちは。ご覧いただきありがとうございます。新しく発見した裏技を使うと、今まで一人では行けなかった高い場所にある裏世界へ行けるようになりました。ただしお使いのゲーム機、スイッチやプレイステーションなど、この技を使えない可能性があります。あらかじめご了承ください。また端末に負担がかかっているかもしれません。試される際は自己責任でお願いいたします。それでは行きましょう。裏技の手順、まずはこのスポットから。場所は峡谷神殿を出た後のエリアです。ステチホームから引き返してくることもできます。通常は風が吹いていて雲の上に行くことができませんが、裏技を使って高く飛べば行くことができます。カメラとシェアメモリーズを使います。シェアメモリーズは消費しません。また今から行う裏技は画面が点滅します。苦手な方はお気をつけください。まずシェアメモリーズを起動します。次にカメラを構えます。録画をスタートさせて、録画が始まった後すぐに録画を停止します。停止後はプレビュー画面を見続けます。点滅するため画面を編集で暗くしています。この点滅の回数を増やせば増やすほど星の子の位置が高くなっていきます。録画時間にもよるので一概には言えませんが、だいたい1分経過したらシェアメモリーズを削除します。約1分でこれくらいの高さにまで登ることができました。風壁を越えるのに十分な高さです。1分も待たなくてもいいかも。お伝えするのを忘れてましたが、雲やリセットされる場所は通過することができません。上から吹く風や透明な壁、建物の壁は通過することができました。横から吹く風壁は越えられるか分かりませんでした。長時間放置すればいけるかもしれませんが、あまり実用的ではないかも。また真上ではなく斜め上へ移動しています。下へ降りると景色が青く、澄んだ色合いになりました。キラキラした光もとても綺麗です。私が一番おすすめしたい裏世界かもしれません。以前は二人で来ていましたが、一人でも来られるようになって嬉しいです。宙に浮いた建物に下から入ると、まるで隠し部屋のような狭い空間があります。峡谷神殿の近くにある建物へ行ってみます。行き過ぎると風で下へ降ろされてしまうのでお気をつけください。内装は格子だらけの不思議な部屋でした。続いて神殿の中へ入ってみます。神殿の上からシェアスペース魔法で家具を設置する方法で入ります。プレビューの状態で入るので消費しません。またお使いのゲーム機によってはうまくいかないかもしれません。あらかじめご了承ください。この棚を2台縦に設置します。下の棚を削除します。棚の底にこの椅子を設置します。椅子に座って降りれば中に入られます。
ゴラ世界の神殿はやはりどこか雰囲気が違いますね。瞑想サークルに座ってみても何も起きませんでした。うずそら。給食の鹿の最終クエストを開始します。渦の下あたりで裏技を行います。渦はとても高い位置にあるので10分から15分くらいは放置した方が良さそうでした。空の色が一変し紫色の光がそこら中で渦巻いています。空がガラッとダークに。諦めていた裏世界だったので行けるようになってすごく嬉しいです。光の雨。コラボエリアで約1分放置すると行くことができます。中央ではシェア魔法が使えなかったので端に寄ります。透明な床があるので演奏の練習や寝落ちスポットに良さそうです。天空の星々。現在語のネタバレを含みます。閲覧ご注意ください。現在で羽を返した分だけ上空に輝いた星が浮かびます。裏技を使う前に羽を回復しておくと滞空時間が長くなるのでおすすめです。5分ほど放置するとこれくらいの高さにまで登りました。星の子の星座が近いです。輝く星々は下にあるので降りていきます。美しすぎる。おすすめスポットの紹介は以上です。この裏技を使えるエリアは他にもあります。機会があればぜひ試してみてください。何も問題なく裏技が使えますように。最後までご視聴ありがとうございました。